どうも皆さんこんばんは、くんひろです。モンスターハンターワールドアイスボーンの解説動画を撮る前、なぜか歯を磨く習慣がついております。とても健康的な生活ができております。モンスターハンターワールドアイスボーン、誠にありがとうございます。さあ今日の動画なんですけども、先ほど金銀夫婦の動画を上げました。でそこの防具を紹介してなかったんで、これでね防具を金銀両方紹介したいと思います。その前にうちのサークルメンバーの一人の防具をざっと見てみましょう。こんな感じのスキル構成でやってるそうですね。いやーなかなかいいねパクっちゃおうかな。はい、ということでこの EX ゴールドルナと EX シルバーソルっていうものが金銀から作れるマスター防具ですね。それではまず見た目からいきましょう。こんな感じです。俺の思ったのはやっぱ従来通りかなっていうのがあるね。でこれちなみにデフォルトカラーで色も変えれる。あー全然なんかこの辺は違うかも。あれこういう変わり方したっけ。なんかこのスカートのひらひらのとこが変わったような気がするけど、この鱗っていうかメタルの部分が変わるんだね。なんかちょっと派手ちょっと派手だなあ。白はいいね。あなんか白すごい良くない。デフォルトがこの金、あそうかそうかそうか、なるほど。なんかこっちだと普通のレイヤーっぽいんだ。でこっちだとちゃんとゴールドっていう。なるほどね、そういうことね。で虹色はさすがに微妙だな。これがアルファの見た目で、こっちはベータです。ベータ可愛いよね。俺はベータの方が基本的に好きですね。なんかね、ベータの方がスタイリッシュな感じがする。全部の装備が。うん。嘘ついたかな嘘ついたかもしれん。で、これも色変えると。あ、なるほど。そう、俺がイメージしてたのはこっちよ。この布の部分が変わるっていうね。へぇ、そういう違い入れてきたか。っていうことは、今までこう、同じ防具に見えてたけど、その辺が違ったりしてたのかな。の序盤の方に作れるやつとかもね。へぇ、そうかそうかそうか。これはかすかなこだわりだね。差別化というか、まあ、確かに似てはいるもんね。で虹色にしても違和感ないと。でやっぱ白とかかっこいいな。なんか綺麗に決まってる感じがして。デフォルトが緑、両レイヤーカラー。では性能とか見ていきましょう。まず必要素材はね、まあ当然金銀の素材、金の素材なんだけども、そうだね、特殊なものはやっぱりこの導きの結晶ってやつかな。これはね、導きの地での採掘場所あるじゃないですか。あそこをめちゃめちゃ上げていくと手に入ります。ただ見ての通り僕結構掘ってるつもりなんだけど、なかなか持ってないね。まあ持ってるのは森林だからかな。森林のやつはすごい持ってるんだけど、もうこれ集めなきゃいけないね。ただ作るかどうかは別よ。これね性能を見てほしいんだけど、あんまり強くないんだよね。なんでこういう風に変えちゃったんだろう。俺激運装備が良かったんだけどな。はい、フルでつけるとこんな感じです。この金華竜の神髄ってやつが、これね、レベル2だと、精霊の加護の極意なんですよ。まあ、要は精霊の加護が上限解放。で、4つつけると、新快進撃特殊になります。これがね、まあ、生きるかどうかってな、おそらく生きないだろうね。いや、もしかしたら、活用法があるかもしれない。けれど、ワールドの段階でこの新、じゃなくて、快進撃特殊、使ってる人あんまいないしね。俺は見たことないな。で、アルファをセットでつけると、こんな感じですね。まあ、精霊の加護。なんとも言えない。ここにね、幸運とか激運とか、まあ、シリーズスキルが入ってたら、マジでユータ装備だった。ユータ御用達の、ね、今まで通りのその金銀の装備みたいな。あれが、懐かしいというか、帰ってきてほしいな。でもまあ、レイギアナがそこを奪っちゃってるもんね。そこなんだろうな、多分ね。で、毒もマックスで、逆恨みが3。弱毒がついてて、三段強化。これ足についてますね。で、匠は武器についてるやつかな。ちょっと外さなきゃ。はい、今、五石と匠の玉外してきました。ちょっとわかりにくかったね。まあ、体力増強ついてて、精霊の加護ついてて。60% で経験だもんね。ワンチャンラージャンで使えたり。しないよねー。いや、しないかな？どうだろう？頭と腰つけて、体力増強と、この精霊の加護。あ、でも腰は結構使えるかもね。体力増強1と、これ見てみようか。体力増強1と、精霊の加護3ついてて、さらに、2スロー空いてると。いやー、そうなると、ワンチャンここは使えるかもしれないよ。ワンチャン。ほんとワンチャン。もう、0ちゃんぐらい。足もそこまで強くない。腕もそこまで強くない。腰ぐらいかな。じゃあ、でも鈍いつけるってなったらやっぱ、ここか。こうなっちゃうか。
ちょっと待ってね。こういうことだよね。そうすると鈍いつけることによって金華竜の神髄が発動してレベル5までいけますと。でこれが 1,2,3,4,5。 あーこの組み合わせはいいね。この組み合わせはもしかしたら初心者の方におすすめは他のをつけてって言うかもしんないけど、一応この、なんていうの、精霊の加護を生かしたい場合はこれだね。アルファの場合は。で、ベータがこんな感じよ。ベータももう5ついてるんだ。なるほどなるほど。で、スロットが膨れ上がるってことだね。でもそうしたら頭、体力増強2と4スロと2スロか。まあ悪くはない。まあ自分の反応見ててわかる通り、微妙ですね。あ、でもここいいじゃん。あ、ここいいここいいここいい。これすごい。ちょっと待ってね。これどう？どうはどういいよ。ん？どう、どういいよこれ。だって4、2、1でしょ？で、2ついてて、で、腰は？あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。体力増強いらねえよって人は、こういうことな。ここはね、でもまあどっちも、どっちって感じかな。まあ体力増強1の代わりに、スロットが2から4に増えるんだね。まあでもこっちの方が汎用的でいいのかもしれないね。あ、そうしたら見た目も結構可愛い感じ。で、足が着得2の4スロか。ここももしかしたら何かしらで使えてくる可能性がなくにしもあらずだけど、まだね、いろいろ組んでないし、全部の防具把握してるわけじゃないので、まあなんていうの、頭がまだ上位能だね。上位能。上位やったらこれ結構いいっていうね。俺の結論としては、まあ今パッと考えたやつだけども、胴と腰を使って精霊の加護をマックスまで上げる。レベル3じゃなくて5まで上げれると。はい、それでは皆様多分お待ちかねだと思います。シルバーソル行きましょう。見た目こんな感じ。てか変わってないんだよね。ね。これアルファで、ただ色が変わるとは変わるんでちょっと見てみようか。あー、はいはいはい、帯ね。帯っていうかこのいつもとかね。で、大体赤にするんだよ。俺は。なんかちょっとさ、かっこよくない？中二病っていうか、悪そうだね。そう、あのね、リオレースのなんていうの、色だからかな。なんかね、シルバーと赤意外と合うんだよね。デフォルトは、こっちの白っぽい感じだよね。シルバー色っていうか。で、虹色は、まあ、大して変わんないか。まあ、見た目は、昔のまんまみたいな感じですね。この羽が生えて、尻尾のところ、腰が、この尻尾の3本生えた感じで。いや、いいね。いいね。で、ベータの方が、じゃん。これどうだろう？ね、頭がちょっと変わってるかなと思えなくもないけど、変わってないか。じゃあ色見ていきましょう。これベータの方です。デフォルトが、なるほど。この黒い線のところが、あ、違った。へえ、そこが変わるんだ。ベルトのとこだね。なんかリオレイヤーが特殊だったんだね、やっぱり。あ、黒いいね。赤より俺黒かな。この首元も変わってるから。ね、これアップできないのか。アップできないっぽい。しばらく遊べちゃうっていうね。あ、ピンク。ピンクいいじゃん。虹色は？ダメだ、虹色あんま好きじゃない。では性能見ていきましょう。まずアルファからいきます。作る材料としてはさっきと同じ感じだね。頭に天輪がいって、あとはおかさんご、これが森林はないな。あ、おかさんごから出るからおかさんごだけでいいんだ。なるほど、そういうことね。ちなみに今まだ1回しか買ってないんですけども、素材はこんな感じですね。全然溜まってないでね、金銀もしかしたら相当ハードル高いかもしれない、作るの。まあ、調査クエストからそこら辺出ればいいんだけど、それで出なかったら相当ハードル高いね。あのね、探索を何回も何回もやるんですよ。あれね、みんな多分やってると思うんだけども、まあ、リセマラみたいな感じで。まあ、ガチャみたいな感じだ、そこで。マムじゃないんだけど、モンスターガチャみたいな感じになっちゃってて。まあ、多分運営はそれ望んでないんだろうね。やりながら出たらラッキーって感じとか、まあ、もしかしたらもっといい方法でおびき出せるかもしれない。まだそれもそれは解明されてないだけでね。で、スキルの構成的にはフルでつけるとこんな感じですね。ね、率直に言っちゃいます。微妙。今までの、あの最強防具がどこ行ったんだってぐらい。俺はね、これね、パッとしないね。てか、あの、よくわかんねえのついてんのよ。この見て、銀河竜の神髄、スリンガー装填の極意。スリンガー装填数アップスキルのレベル上限が解放。どういうこと？これいるん。これがね、よくわかんないんだよ。でも、この4。こっちはすごい。新、快進撃属性。これはいいよね。もしかしたら、太刀が化けるんじゃないかなって俺は思うんだよ。双剣は間違いなくここに入ってこないと思う。テンタクルがあるからね。まあ、太刀がワンチャン化ける。
タチってさ、無撃でもいいし属性でも意外といいじゃんと思うんですよ。だからさ、すごいずるいよなって思うんだよね。ただまあ見切り切りができないと扱いがちょっと難しいっていうのはあるかもしんないけど。でね、非属性攻撃強化が6デフォでついてます。で、不発耐性も5、もうこれマックスですね。だから全部マックスなの。気持ちいいよねこれはね。うん。で、謎のスリンガー装填数アップ、レベル5と。これのね、効果がね、まあ、レベル3までは、モンスターが落とすすべての弾や地面から拾う弾の装填数が少し上がるというようなんだけども、4、5になると、まあ、5になるとすべての弾がさらに増えると。これがどう生きてくるか、だね。今回のアイスボーンは、その、なんていうんだろうな、運営さんの推しじゃん、スリンガーって。もう、なんかすげえ使えるようになってる、実際。双剣でも、もうバコバコ回避打ち打つの。で、相手を身動き取れなくして、だからなんていうんだろう、実質、麻痺、ずっと刺してるみたいな。そんな感じ。スタンもすぐ取れる。粘着石で、粘着弾で、スタンがすぐ取れるんですよ。あれはね、ちょっとやりすぎなんじゃねえかと思うけど、まあ、うまく当てれる人限定だから、まあ、そこはいいのかなと。技術的なものが求められるからね。で、会心の威力が上がる超会心。これも、アルファだとデフォで3ついてると。うん、非常に優秀に見えない。見えない。ごめんなさい。嘘つけません。優秀には見えません、僕は。で、スロット的にはこんな感じですね。頭から、2、2、1、2、2、1、1、3、2。ここを見てもちょっと微妙かなって感じかな、俺は。まあ、非属性攻撃強化を上げるメリットがある武器なら、もしかしたらアルファが生きてくるんだけども、こっちのベータフルで装備してみましょう。そうするとね、非属性攻撃とかなくなるんだよね。その下にあったやつが。そうそう、下にあったやつがなくなる。あ、これは不発耐性か。うん、これもね。でもその分スロットがめっちゃ増える。これ、4、3、4、4、2、4、1、4、2、1、めっちゃ多い。で、4っていうのは、例えば回避プラス攻撃とか、そういったものもあるんですよ。だから、もしかしたらすごいことになってきたら、ランナープラス攻撃とかも出てくるかもしんない。そうしたら、これ4つ組んで、双剣でこう、快進撃、新快進撃属性みたいなこともできなくもない。でもやっぱそれは厳しいかな、ハードルが高いかな。で、快進撃だから結局、達人とかつけて見切りを上げとかなきゃいけない。って考えるとね、双剣はいろいろ求められるものが多いんですよ。ちなみに双剣僕は使ってるんで喋ってますけども、タッチでね、行けばもしかしたら、そのハードルが低いじゃないですか、装備の。例えば攻撃持って、見切り持って、弱徳持って、超会心持って。で、それはできたら、あとはもうおまけみたいなもんじゃん、全部。おまけっていうか、プラスアルファしていくだけ。だからすごい、タッチは、羨ましい。で、ベータをフルで装備した時の構成は見せなかったかな。あ、強えな。超会心デフォレ3か。あ、ただね、もし 1V 外すと考えたら、俺は、頭か。でも頭いいね。4、3だもんね。いや、でも頭かな。こういう感じかな。うん、銅は、超会心が2ついてて、で、スリンガーアップどうせなら入れたいじゃん。マックスまで。ね。で、さらにそのスリンガーアップがついてるからといってスロットが少ないわけでもない。優秀だよね。まあ、不発耐性はいらないかな。太刀で考えた方がいいね。なんで太刀で考えてるのか分かんないけど、まあ、双剣で考えても不発耐性はいらないかも。まあ、他の防具をまだ把握してないっていうのが大きいね。どこがいい部位があるとかさ、まだ分かってないから。とりあえず分かってるのは足、ガルルガ。これはマジで最強。見切り2の4、2、2だからね。相当強くない？これだけで、見切り2つけて、弱徳。3漏れるの。まあ、超会心でもいいよ。すっげえよな、これな。でもそのスリンガー装填数とかどうなんだろうね。微妙だな。いや、俺結構ショックだわ。今まで、シルバーソルって最終装備に組み込んでも全然問題ないとか、むしろ最終装備ですよ、みたいな。最強装備ですよ、みたいな感じだったんだよ。それがこのありさまか。確かね、モンスターハンタードスの記憶が正しければ、だけど、その時はまだ主流じゃなかったかな。なんかその、携帯機になった時から強かったイメージがある。ちょっと記憶曖昧で申し訳ないんだけど。スリンガー装填数アップか。
気になるよね。でもいやぶっちゃけ気になるでしょ、ハンターの皆様、ハンターの皆様なら気になるはず。で、立ち使いの人はもしかしたらあんまり強化打ちやらないのかもしれないんだけども、強化打ちねめっちゃ強いんすよ。本当に強い。ぜひバンバン使ってほしいと思うね。俺はね、双剣なので回避打ちでまあ強制的にバンバン使わなきゃいけないシチュエーションが出てくるんですけども、まあ動画ではあんま使ってないんだけどそれをねやってから、なんかこう、もうなんていうの、スリンガーない生活、スリンガーない狩り我慢できねえみたいな、もう無理みたいな、もう私無理、我慢できないわ状態。本当にね、それぐらい必要になっちゃうんですよ。依存症になっちゃう、スリンガー依存症。特にスタンが取れる粘着弾で、それが装填数2なんですよ。まあそれが10とかに増えたらね、まあ考えてやらんでもないわ。おそらく1プラスがまあ最低でしょ、2だとちょっと漏れないから3かな、合計で3増えるってことは5になるってことだね。まあ考えても仕方ない、作るしかねえここは。ただまあさっきも何回も言ってる通り、正直今回のシルバーソルあんまりピンときてません。まあ逆に弱って思った。見た目は超好きだよ、バリ見た目好き、見た目バリ好きだけど、まあ性能に関してはうわーマジかって感じだね。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。まあいい印象の動画ではないよね。あ、それぐらいの程度の防具なんだみたいな。じゃあ急いで防具作る必要ないねとか、金銀出す必要ないねと思う方も知りませんが、武器の方が強いので、ぜひ武器作ってあげてください。てか、もう武器はさ、みんな待ってたって感じでしょ。これこれこれみたいな。やっぱね、それなんですよ。強い武器。もう無属性の、なんかこのタッチ一本で俺は行くぜみたいな。それもかっこいいけど、やっぱね、俺はね、全部作ってほしいね。うん。全部の武器を作ってほしい。ちなみに俺はメイン武器は全部作る派です。まあ双剣ですね。双剣は全部作る。ワールドも全部作ってた。なので、今回はね、意外と快適に全部作れるかなと思う。よし、10分ぐらいの動画になってるといいんですけども、長かったらごめんなさい。ということで、今回の動画は、金レイヤー、銀レウスの防具紹介でございました。もしよかったら、ちょっと前の動画っていうか、まあ、再生リストをめぐっていって、金と銀の戦闘のやつとか、まあ、僕の初見の反応とか、ぜひ見てみてください。他にもね、攻略動画いっぱい出してるんで、よかったら見ていってください。では、次回もよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。